はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、朝方あった FOMC を受けて、為替はですね、ドル安に動いて、ニューヨークダウも発表の直後はプラスになったんですが、引けではマイナス120ということで、で日経平均がですねマイナス800ということで大きく、下落してます。でツイッターとかのトレンドだと、岸田ショックみたいな感じでね、言葉が入っていて、岸田ショックって今日に始まったことじゃなくて、その岸田さんになってから株価が何十%下がってるとかですね、その長期的とか中期的に下がっていくっていうのもいろいろ外部要因とかもあるんでしょうがないかなと思うんですけど、その選挙終わってねすぐに岸田銘柄とかねちょっと紹介したりもしたんですけど、岸田さんが総理になってから岸田銘柄も上がってないし、その後の経済政策でもことごとく下がってるということで、全歴史まではちょっとわかんないですけど、ここね、数十年の記憶にある中では、一番こう株価とかね、経済にとってはマイナスなんじゃないかなということで、今ね、その株をやってるとか、そういう資産、資金がある人よりも、ちょっとお金が、ないというかね、あんまりそういうのがない人に向けた政策みたいな感じで、取り組んでるから、株価、の方にね、回る資金とかだんだんこう魅力がないのかなということで下がってる部分もあるんですが、かといって別に他のことでも、特に成果が出てないので、一番ダメなパターンじゃないかなって思いますね。今までだったら、アベノミクスで、何がいい悪いとかもありますけど、結果株価が上がったとか、まだ評価するとかあったんですけど、今、その株とかの方に別に力を入れなくて、全体的な底上げとかね、ちょっとお金がない方に回したいっていう感じで、それ回ってんならまだいいんですけど、何も成果出ないで株価も下げるってことで、結構この何年何十年の中ではもう歴史的な、人選ミスということで、岸田ショックっていうことが、ツイッターのトレンドにも今日入ってました。で、マザーズもですね、マイナス51、6% 以上ですね、6.6% の下げということで、日経平均もね、あれだけ下げたんで、大きな下げになりました。で、昨日も言ったんですが、この大陰線の後に、このレベルの昨日ぐらいのちっちゃい陽線ぐらいじゃ、まだ下げの威力が強いというふうに言ったんですが、十字のような形になってね、大きく下回ってきました。なので、これだけ強い下げが続いてるんで、反発というかね、ある程度流れ変わるには、強い下髭だったりとか、ちっちゃい陽線ぐらいじゃなくてですね、大陽線とかね、ある程度大きな動きがある、チャートが来ないと、リバウンドというかね、難しいのかなと思います。窓とかで見始めれば窓だらけだし、下の方もあると思うんで、難しいんですけど、とりあえずこの強度ですね、2日前のこの大陰線があまりにもでかいんで、下げの力がなかなかでかいなという感じです。で、市場の方を見ても、さすがにね、この相場なんで、8割9割下げてるということと、目立つ銘柄で言うとね、やっぱソフトバンクとかが大体、地合いが悪い時に名前が上がったり、下げ幅がね、注目されたりするんですが、今日はですね、昨日も動画で言ったそのグレイステクノロジーですね、が、上場廃止に、ほぼ決定、ほぼというか決定だと思うんですけど、今日、提出書類がね、東証に出せないと、期日ということなんで、その間に合わなかったということで、一応ストップ安になってます。で、マイナス30、ストップ安ですよね。ストップ安で、5番から
ストップ安に張り付いて、終わってるんですが、まあ、ただ PTS でですね、マイナス 4.5 とかマイナス 10%、15% の下げで、まあ、思ったより下げてないかなっていう感じですね。今、大体時価総額でいうと10億切って、まあ、8億前後ぐらいかなと思うんですけど、まあ、それでまだ 24.5 つけるかっていう感じで、最近の上場廃止とかでいくと、まあ、音響とかがね、10円前後で、まあ、30円になって10円の3倍動いたりとか、まあ、10円切って、上場廃止を迎えたとかで、まあ、合間に思惑とかで、まあ、1日の中でですね 1.5 倍2倍とかがあったんですけど、それってやっぱ何も意味ないわけじゃなくて、その上場廃止ながらも、生き残れるんじゃないかという思惑がちょいちょいあったんですね。で、エボファンドの、出資があるんじゃないかとか、まだそのこの事業では残せるんじゃないかとか、まあ、そういう思惑とかで時々上がったりとか、まあ、その残りのね数ヶ月の間にも音響から IR が出てまだこう残したいですみたいな、意思があったんですよね。ただもうブレイステクノロジーに関してはまあどっかがその買い取ってくれるとかね、資金出すっていう思惑とか、まあ、会社も変な話こう諦めてるというか、その提出期限もう無理ですみたいな感じの IR だし、まあちょっと今までのこう上場廃止のように何回もですねこれ、反発があったりとかマネーゲーム化するにしては、まあ、株価的にもやっぱり10円台、前後のが、なりやすいと思うのと、まあ、何かのきっかけですよね。何かの思惑がないと、やっぱりチャンスがないと思うので、でましてや今こう地合いが悪いんで、例えば明日ね、日経平均とかマザーズがリバウンドした時に、まあ、とりあえずね今日売られすぎたとかね、定番のところに買いが入ったりすると思うんですよね。そうなるとトータルで考えて今こう 24.5PTS の株価がまあ、自分的にはまあ高いんじゃないかなって思ってしまうんですよね。普通に10円台でいいんじゃないかなっていうのがあるんですけど、まあそれはまだ今後の、発表というかね、会社からの IR 次第なのかなと思いますが、まあ高値から考えれば多分4000円ぐらいあった時が、まあ、20円ぐらいにね落ちてるっていうのもすごい下がってますけど、もう上場廃止ほぼ決定ってことで、24.5 の時価総額8億で、今まで出てるこの、決算とかね、書類の面も、その粉飾決算というかね、信用できる書類じゃないから、なかなかこうデータというか分析もしづらいわけですよね。しっかりした数字じゃないから。なんでちょっと厳しいかなという感じです。もうですね、動画で触れた、まあ、もっとアクロディアですね。今は、WHDC と。略されてますが、今日ですね、まあ、一応この試合でもマイナス1にはなってますが、まあ、PTS も189ぐらいまで上げていて、まあ、この試合の中は良かったということと、まあ、このね最近強いチャートっていうことを言ったんですが、まあ、ある程度維持できてるのかなっていうところで、その動画撮った後にですね、IR が出て小室哲哉さんとね、株式会社世界と業務提携が締結されたということで、まあ、買いが入ったということなんですが、まあ、5番はね、やっぱ地合いとか利益確定売りで、まあ、売られたっていうことなんですが、まあ、すごい人脈とかね、すごいとこ来るな。だから結構芸能界とか強いんですかね。なんか、前もね、作家の百田桃樹さんとかね、海外のね、博物館の日本の、古い作品の、NFT 撮ったりとか、まあ、まあ、芸能というかね、そういう、まあ、エンタメ関係とかのところに非常に強いコネクションとかね、IR 出てくるなと思うので、まあ、これに関しては本当未知数ですよね。だから今まで、
ある程度こう著名人と IR 出すぐらいだったら、まあ、たかが知れてるっていうところあったんですけど、それにメタバースとかね、NFT とか入ってくると本当に未知数になります。で、例えば影響力があるから、今メタバースとか NFT 理解してない人も、やっぱりこう著名人がね、紹介とかすると見方変わってくると思うんですね。で、一部、まあ、記事とかね、まあ、絶対決定とかじゃないんですけど、その小室さんがライブをするときの、まあ、DJ 空間がメタバースが絡んでくるんじゃないかとかもありましたし、まあ、そういうことを考えると、やっぱりこうメディアの力とかね、著名人の、広げる力っていうのはすごいんじゃないかなと思うので、まあ、期待したいです。で、チャートなんですが、まあ、ちょっと、まあ、下髭ありますけど、まあ、ちょっとね、この、例えばここで大陰線で下げた時とか、ここの大陰線で下げた時みたいな、一回ね、IR が出て売られる時のチャートにすごく似てるので、まあ、こっからまたこうね、ちょっと下がって、で、また下がってっていうパターンが怖いです。明日からまたこう売られそうっていうのが怖いんですけど、まあ、流れのままですね、こう、もうちょっと200台ぐらいまで行ってくれると面白いかなという形で、まあ、ただ今日はですね、まあ、地合いの、こんだけの地合いの中ね、まあ、マイナス1というかね、もうほぼプラマイゼロの値で、まあ、下髭もつけてよく耐えたんじゃないかなと思いたいですね。で、明日、まあ、ある程度反発があるとすればね、180超えて、200目指せるようだったら、ちょっと面白みも出てくるんじゃないかなと思います。で、今ちょっと地合いが悪いのに、SNS とかで、これ買った方がいいと、これチャンスだって言ってるの結構多いんですけど、まあ、割安になってるとかね、注目の銘柄っていうのはいっぱいあるんですけど、変な話、地合いが悪い時に何買ってもほぼ負けるって、100% とは言わないですけど、まあ、9割方、地合いが良かったら、まあ、大体何買っても上がるっていうのもあるし、変な話、こんだけ地合いが悪かったら、まあ、何買っても大体負けるっていう時があるんで、まあ、わざわざこう地合いが悪い時に買わなくてもいいんじゃないかなっていうのがあって、でここの銘柄すごい楽しみだし、おすすめなんですけど、わざわざマザーズがマイナスね、6% とか、日経平均がマイナス800とか、っていう時に買わなくても、反発し始めて、陽線を確認してからとかね、まあ、ある程度、地合いとか、まあ、いろいろ、相場がね、落ち着いてから入っても全然いいんじゃないかなと思います。まあ、なので、まあ、ここ、チャート的にも、会社が取り組んでること的にもですね、まあ、総合的には面白いと思います。で、安いとこ拾った方がいいと思いますけど、その今ちゃんと地合いを確認してね、まずはマイナス1とか、なんか無風ぐらいだったらいいんですけど、さすがにこれだけ荒れてる、相場で、まあ、何でもいいから買いで入るっていうのはちょっと危ないかなと思うので、まあ、買うときは、まあ、日経平均マザーズとかね、そちらの指数とチャートを見て、確認してから入る。今は特に地合いが悪いので、まあ、何でもかんでもこう買いで入るっていうのは非常に危険かなと思います。今回は以上になります。よかったら、右上にある、自分がやってるブログのリンクですね、クリックしてみてください。で、スマホの方は下の概要欄から、ブログに飛べます。で、ちょっとですね、記事を更新してなかったんですけど、まあ、この後ですね、これ動画終わった後に、まあ、昨日の FOMC の、まあ、大まかな、まとめというかね、政策今後の方針と、まあ、そこら辺を簡単にブログに記事載せとこうかなと思います。で、まあ、昨日もこんだけ地合い悪くなってるから FOMC 悪かったかっていうと、まあ結構予定通りで、まあ、いいサプライズがなかっただけで、なんかマイナスインパクトがでかい発表があったっていうわけでもないと思うんですが、まああと本当に、FOMC っていうより今日は、まあ、コロナウイルスがね、また日本でこう増えてきているということで、また新しい種類がね、なんか出てきたとかニュースも出てますし、まだ本当に岸田さんが、まあ、いろんな仕事をしていると思いますけどね、株式市場、
の為替株式市場に関しては、まだ就任してから一つもプラスなことしてないと。まあ、マイナスなことだったら、まあ、上げたらキリがないんですけど、プラスなことは一つもしてないということで、まあ、何が一番早いのかなって気もしますけどね。そのコロナウイルスが落ち着くのを待つか、経済がね、上向くアメリカがなんとかとかね、今こう戦争問題とか、まあ、いろんな問題が落ち着くか、まあ、手っ取り早く、首相が変わって経済政策するのが一番早いんじゃないかなという気もしますが、まあ、別に自分が言ったところでね、首相がね、変わるほどの力も何もないので、まあ、自分が言ってもしょうがないんですけど、まあそういうふうに思ってます。で、今回は以上になります。よかったら、チャンネル登録をしていただいて、また別の動画もチェックしてみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。